皆さんこんにちは、ゆきさんと申します。今回は日本最速の列車 E5 系 H5 系新幹線はやぶさの作り方を紹介します。はやぶさは東京駅から北海道新函館北斗駅の間約860キロを4時間で結ぶ新幹線です。最高速度は320キロと日本最速を誇り、飛行機のファーストクラスに相当するグランクラスの座席が初めて導入された車両でもあります。車体外観は長い流線形のノーズが特徴的で、またカラーリングはエメラルドグリーンとホワイトの車体をベースに、 E5 系はピンク、 H5 系にはパープルのラインが入っています。ということで車両説明はこの辺りにして、早速作り方を見ていきましょう。まずは先頭車両から作ります。先端に上付きのハーフを置いて、奥に磨かれた旋力岩を7ブロック設置します。階段ブロックを反対向きに5ブロック設置、ハーフブロックを1つ置きます。これを反対側も同じように作っていきます。続いて薄灰色の羊毛を19ブロック置いていきます。端っこに旋力岩の階段を2ブロック、磨かれた旋力岩の階段を4ブロック置いて、残りを旋力岩の階段を設置していきます。ちなみに磨かれた階段の部分は台車カバーを表現していて、外から車輪が見えない様子を再現しています。酸化した銅を6ブロック設置、そして紫のコンクリートパウダーを置いていきます。ということで今回作るのは H5 系ですね。ちなみに E5 系を作るときは桃色のコンクリートを使うといいと思います。先頭部分を作っていきます。滑らかなコーツのハーフを置いて、階段を3ブロック、ハーフブロックを9個設置していきます。続いていろんなブロックを組み合わせて斜めの角度を作っていきます。ちなみに黒いステンドグラスと黒いコンクリートは運転席の部分ですね。青緑のカーペットと歪んだトラップドアで細かい凹凸を表現していきます。そして横にはハーフブロックを2つ、階段ブロックを2つ設置していきます。続いて酸化した銅ブロックとハーフブロックを組み合わせて先端部分を仕上げていきます。ここまでできたら、ここに鉄のドアを設置、隣に旗で作った乗務員用の扉を設置していきます。E5 系を作るときは桃色の線量を使うといいと思います。続いて滑らかなハーフを置いていきます。そして酸化した銅を2ブロック、階段を6ブロック設置して、酸化した銅をまた3ブロック置きます。上に酸化した銅を並べていって、これを反対側にも同じように作っていきます。天井も、銅ブロックを設置していきます。はい、続いてダークオークの看板で行き先表示の LED ディスプレイを表現します。そして死んだ内輪珊瑚を使ってエンブレムを表現していきます。反対側にも同じものを作って先頭車両は完成です。続いて車体連結部分を作っていきます。ここは石のハーフと安山岩の塀を使って作っていきます。それでは中間車両を作っていきます。まずは薄灰色の羊毛を25ブロック設置していきます。端2ブロックを旋力岩の階段、磨かれた旋力岩の階段を4ブロック置いて、真ん中には旋力岩の階段を置いていきます。紫のコンクリートパウダーでラインを引いていきます。
そして両端から2ブロック目に鉄のドアを設置。残りの部分に滑らかなコーツのハーフブロックを置いていきます。ドアの両サイドに酸化した銅を設置して、真ん中に酸化した銅の階段を置いていきます。そして上にも酸化した銅ブロックを置きます。ダークオークの看板で行き先表示の LED ディスプレイを表現します。そしてこれと同じものを反対側にも作っていきます。屋根も酸化した銅ブロックで作っていきます。はい、これで先頭車両と中間車両が完成しました。ハヤブサは14編成なので、この表の通りに先頭車両と中間車両を配置していきます。はい、ということで10両編成が完成しました。それではここにもう一手間加えてみましょう。それはグランクラスとグリーン車ですね。グランクラスは10号車、グリーン車は9号車なので、それぞれ再現していこうと思います。とは言っても内装を作るわけではないので、グランクラスのマークを額縁とハニカムを使って表現していきます。はい、グリーン車の方は少し車両のデザインを変えます。説明のため、端から7ブロックほど一度壊します。まず3ブロックずつコーツのハーフブロックを置いていって、真ん中に鉄のドアを置きます。そして酸化した銅を残りのスペースに置いて、額縁と黄緑色の彩釉テラコッタでグリーン車のマークを作って、ダークオークの看板を付け直します。後ろ側はドアを窓に変更します。はい、こんな感じで、これを反対側にも同じものを作っていって、これでグリーン車が完成しました。続いてパンタグラフを作っていきましょう。 E5 系 H5 系のパンタグラフはこんな感じになっています。4号車と7号車に背中合わせのような形でシングルアームパンタグラフがついていて、進行方向のものは折りたたまれた状態になっています。逆方向に進む場合はこんな感じです。今回は1号車の方向に進むという手で作っていきます。まずは4号車から折りたたまれた状態のパンタグラフを作っていきます。続いて7号車のパンタグラフを作っていきます。ということで、 E5 系 H5 系新幹線はやぶさ10両編成が完成しました。E6 系新幹線こまちは東京駅と秋田駅の間を結んでいます。盛岡駅秋田駅の間は在来線に乗り入れており、ミニ新幹線とも呼ばれます。最高速度は時速320キロ。東京駅盛岡駅の間で E5 系新幹線はやぶさと並結運転を行っています。
ということで、今回の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。皆さんこんにちは、ゆきさんと申します。今回は後ろに見える車両、山手線 E235 系通勤電車の作り方を紹介します。今回は作業着バージョン着替えてみました。はい、今回作るのはこちらの E235 系山手線11両編成ですね。かなり長いですが、同じパターンの繰り返しのため、割りかしね、簡単に作れると思います。はい、それでは作り方を見ていきましょう。まずは先頭車両から作っていきます。最初に深層岩タイルの階段をこのように配置して、スカートを表現します。続いて安山岩のハーフブロックを、縦に19ブロックですね、2345678910123456789、はい、19ブロックこのように横に配置します。続いてここに深層岩タイルのハーフを、そして砥石で車輪を表現します。続いて、ホッパーを3つ並べて、続いて溶鉱炉を4個設置します。1234、その後ホッパーをまた3つ設置して、深層岩タイルのハーフと砥石で車輪を表現して、余った2マス、深層岩タイルのハーフをこのように置いていきます。これを反対側にも同じようにやっていきます。最後に正面のところに連結器をイメージした砥石をこのように置いていきます。はい、するとこのような感じで、続いて、正面部分ですね、作っていきます。まずは黄緑色のコンクリートをここに3マス置いて、その上に黒色の色付きガラスをこんな感じで置いていきます。そしたらその上に黄緑色のカーペットと横面に黄緑色の旗をこんな感じで設置していきます。はい、続いて磨かれたブラックストーンのボタンを2個置いて、真ん中にダークオークの看板ですね、これが行き先表示の LED ディスプレイですね。続いて窓の位置に黄緑色のコンクリートを置いていきます。まずはここに4ブロック置いて、ここ3マス開けて4ブロックで、3マス開けて4ブロック、3マス開けて4ブロックで、その上に黄緑色のコンクリートパウダーをこんな感じで置いていきます。次に薄灰色のコンクリートパウダーを、このように1列ずらっと置いていきます。そして2段目に白色の色付きガラスと、3マスのところは真ん中に黒色の色付きガラスを置いていきます。こんな感じで窓を置いていって、一番上にもう一回コンクリートパウダーを置いていきます。はい、こんな感じになりました。そしたら中央に、LED ディスプレイですね、モスターダークオークの看板を設置して、ドアの部分に旗を設置していきます。これを反対側にも同じように作っていきます。はい、ということで側面が完成しました。続いて天井ですね、まずは安山岩のハーフブロックをこんな感じで置いていきます。はい、そしたら続いてエアコンの室外機を設置していきます。場所は、真ん中4ブロックですね、若干後ろよりですね。そして鉄のトラップドアをこんな感じで置いてあげて、さあ残りの場所は薄灰色のカーペットを置いていきます。はい、これで先頭車両が完成しました。続いて中間車両を作っていきます。まずは車両の接続部分ですね、ホロの部分はダークオークの木材を使って作っていきます。ダークオークのトラップドアとハーフブロックを組み合わせてこのように表現します。続いて安山岩のハーフブロックをここ19ブロックですね、123456789123456789置いていきます。続いてこことここに深層岩タイルのハーフを置いて、砥石で車輪を表現、そしてホッパーを3つ並べて、
今度は陽光炉を5つ並べます。 1,2,3,4,5。 そしたら左右対称になるようにホッパーと深層岩タイルのハーフと砥石を置いていきます。はい、これを反対側にも同じように設置していきます。はい、ということでここまでできたら同じようにドアの位置に、黄緑色のコンクリートブロックを設置していきます。間は同じように3マス開けて4枚設置していきます。できたら黄緑のコンクリートパウダーをこの上に置いていきます。はい、こんな感じですね。続いて薄灰色のコンクリートパウダーを間に置いていきます。続いて白色の色付きガラスと黒色の色付きガラスを組み合わせて置いていきます。はい、そしたら一番上に薄灰色のコンクリートパウダーですね、置いていきます。そして、旗でドアを表現して真ん中には LED ディスプレイですね、再現していきます。これを反対側も同じように。というわけでここまで来ました。そしたら天井ですね、同じように安山岩のハーフをまずは置いていって、続いてエアコンの室外機ですね、今度は前寄りに4ブロック置いていきます。はい、そして薄灰色のカーペットで余った部分を覆ってあげます。はい、これで中間車完成ですね。それでは山手線は11両編成なので、中間車を同じようにあと8両作っていきます。はい、ということで全部で9両ですね、中間車を作りました。これに加えて前と後ろに先頭車両を作ることによって全部で11両ですね。さあ、先頭車両も同じように置いていきます。一番後ろの車両はここのブラックストーンのボタンをマングローブのボタンに差し替えていきます。続いてパンタグラフを作っていきます。パンタグラフは先頭から3両、6両、9両目に作っていきます。はい、まずは3両目ですね。まずはこの後ろの2ブロックカーペットを取り除いて、滑らかな石のハーフをこのように設置していきます。そしたらここ1個仮ブロックを置いてあげて、この高さに鉄のトラップドアを設置します。最後にレールをこんな感じで置いて、一番上のレールは取り除きます。これでパンタグラフは完成です。続いて6両目も同じようにやっていきましょう。6両目も後ろは同じように2ブロック壊して、滑らかな石のハーフブロックを使ってこんな感じですね。そして仮ブロックを置いて、鉄のトラップドアとレールを設置して、ここのレールは取り除くと。はい、こんな感じですね。そして6両目は反対側に折りたたまれた状態のパンタグラフも設置していきます。まずは2ブロック取り除いて、ここも取り除きます。そして滑らかな石のハーフをこんな感じに設置して、鉄のトラップドアをここ2つですね。はい、これで折りたたまれた状態のパンタグラフ完成です。最後に9両目ですね。9両目もここを2マス取り除いて、滑らかな石のハーフブロックとここに仮ブロック、そして鉄のトラップドアを置いて、レールをこんな感じで置いていくと。はい、これで山手線 E235 系が完成しました。はい、ということで今回の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。皆さんこんにちは、ゆきさんと申します。今回は関西鉄道界のスーパースター新快速の作り方を紹介します。ということで左の車両が223系、右の車両が225系です。どちらも JR 西日本の速達列車新快速で使用されており、京都、大阪、神戸といった大都市を経由しながら敦賀から播州阿光までの 275.5 キロを時速130キロで爆走しています。まだまだ語りたいところではありますが、作り方解説なのでこの辺りで。
今回は12両編成の長い列車ですが、車両の作り方はほとんど一緒なのでシステマチックに解説していこうと思います。まずは台車から作っていきます。台車は磨かれた安山岩のハーフブロックと砥石を使って作っていきます。それができたら安山岩のハーフを12ブロック置いていきます。そしてここにもう一度台車を作ります。安山岩のハーフをここは3ブロックですね。反対側に回って、前の方は2ブロック置いていきます。磨かれた安山岩の階段を組み合わせてスカートを作りながら砥石で連結器を表現します。寸法はこんな感じ。そこまでできたら床下の機械をホッパーや溶鉱炉を使って表現していきます。溶鉱炉はこの方向に置いていきます。磨かれた安山岩のハーフを後ろに2ブロックずつ置いて、反対側も同じように置いていきます。続いて正面部分を作っていきます。まずは薄灰色のコンクリート2箇所に置いて、かまどをこの向きに置いていきます。黒色のステンドグラスを使ってフロントガラスを表現します。ライトは額縁と白いベッドを使って表現していきます。続いて車体側面部分を作っていきます。まずは薄灰色のコンクリートをこのように置いて、次に黒色の色付きガラスで窓、茶色のテラコッタで帯の塗装を表現していきます。寸法はこんな感じ。窓と窓の間には後でドアを設置します。続いて薄灰色のコンクリートを一番上に置いていきます。反対側も同じように作っていきます。続いて屋根を作っていきます。まずは安山岩のハーフで天井を塞いでいきます。続いて窓のラインに磨かれた安山岩のハーフを置いて、エアコンの室外機を表現していきます。安山岩のハーフの上に薄灰色のカーペットを置いていきます。先頭部分だけ2列置いていきます。続いて旗で作ったドアを置いていきます。白樺の看板で白いラインを車体に引いていきます。続いてダークオークの看板で行き先表示の LED ディスプレイを表現していきます。ここまでできたら反対側も同じように作っていきます。ということで反対側まで作ったら、これで先頭車両が一旦完成しました。続いて中間車両を作っていきます。まずはダークオークのブロックを使って車体連結部分を表現していきます。ここは人が通れるように中を開けておきます。土台部分を作っていきます。まずは安山岩のハーフブロックを3つ置いて、ここに台車を作っていきます。安山岩のハーフを12ブロック置いて、もう一度ここに台車を作ります。さらに安山岩のハーフを3ブロック置いて、磨かれた安山岩のハーフ、ホッパー、溶鉱炉を使って床下の装置や機械を表現していきます。ここまで来ると気づきかもしれませんが、下の部分は先頭車両とほとんど変わりません。先頭部分のスカートがなくなった代わりに磨かれた安山岩のハーフを置いていくというような感じです。続いて車体側面部分です。先頭車両と同じ要領で作っていきます。ガラス、テラコッタ4つ、ガラス3つ、テラコッタ4つ、ガラス3つ、テラコッタ4つ、ガラスと、一番上には薄灰色のコンクリートを並べていきます。
反対側も同じように作ります。続いて屋根を作っていきます。安山岩のハーフで天井を作って、磨かれた安山岩のハーフでエアコンの室外機を表現。最後に薄灰色のカーペットで安山岩の部分を見えなくしていきます。側面も同じように白樺の看板でラインを引きながら旗でドアを表現。ダークオークの看板で LED ディスプレイを表現していきます。これで先頭車と中間車が完成しました。あとはこれらの車両を組み合わせて12両編成の列車を作るのですが、新快速は4両編成と8両編成が連結して12両編成を形成しています。まずは4両から作っていきます。はい、ということで4両作りました。正直見た目的にはこれでも十分電車っぽいんですが、せっかくなのであと8両作っていきましょう。まずは連結部分ですね。いらないブロックを取り除いてダークオークの木材を使ってホロを作っていきます。これは他の連結部分と同じように作ります。それではあと8両作っていきます。ということで全12両編成ですね。一番後ろのライトなんですが、ここはテールライトということで赤いベッドに差し替えていきます。これで大まかな部分は完成しました。あとはパンタグラフを上につけていきます。223件のパンタグラフはこんな感じでつける場所が決まってます。前から2号車、5号車、8号車、10号車、12号車にひし形のパンタグラフを作っていきます。それではまず12号車から作っていきます。パンタグラフは車両の端っこに作ります。滑らかな石のハーフとレバー、そして鉄のトラップドアを使ってひし形の形状を再現していきます。はい、これで完成しました。あとはこれを残りの10号車、8号車、5号車、2号車にも同じものを作っていきます。はい、これで新快速223系12両編成が完成しました。続いて225系の作り方を説明していきます。とは言っても基本的な作りは223系と一緒なので土台の部分はカットします。先頭部分を作っていきます。まずは薄灰色のコンクリートを2個並べて真ん中に溶鉱炉を設置していきます。そして黒色の羊毛を2つ置いて黒いステンドグラスを置いていきます。正面のライトはブラックストーンのボタンで表現します。残りの部分は223系と同じように作っていきます。中間車も同じように作っていきましょう。残りの重量も同じように作っていきます。一番後ろのライトはマングローブのボタンに差し替えます。続いてパンタグラフを作っていきます。225系のパンタグラフはひらがなのくの字の形をしたシングルアームパンタグラフです。また2号車と10号車には畳まれた状態の予備のパンタグラフも設置していきます。それでは12号車から作っていきましょう。シングルアームパンタグラフは滑らかな石のハーフ、鉄のトラップドア、そしてレバーの代わりにレールを使って斜めの部分を表現していきます。続いて10号車ですね。こちらもまずは同じようにパンタグラフを作っていきます。そして10号車は反対側に折りたたんだ予備のパンタグラフを作っていきます。あとは8号車と5号車にパンタグラフを設置して、2号車には追加で予備のパンタグラフを設置していきます。これで225系全12両編成が完成しました。ということで今回はこの辺りで動画を終わりたいと思います。皆さんこんにちは、ゆきさんと申します。
今回は関西私鉄の代表格、阪急電鉄1000系1300系の作り方を紹介します。阪急電鉄は大阪、京都、兵庫に多くの路線を持つ関西の大手私鉄です。ターミナルの大阪梅田駅は10面9線と日本最大の投炭式ホームを持っており、全ての列車が阪急マルーンと呼ばれる小豆色の車体に統一されていることが特徴です。また鉄道事業と沿線開発を組み合わせるビジネスモデルを生み出し、これは日本の私鉄や JR の経営モデルとして今でも大きな影響力を持っています。今回は主に神戸線、宝塚線を走る1000系、京都線を走る1300系を作ってみました。詳しい説明は割愛しますが、車両の内外装は変わらないので作り方の説明は統一しています。それでは早速作っていきましょう。それでは先頭車両を作っていきます。まずは台車からですね。磨かれた安山岩のハーフと砥石を使っていつものように台車を表現していきます。そして安山岩のハーフをここに2ブロック置いて、スカートを作っていきます。スカートは階段ブロックを組み合わせて作っていきます。で、正面に連結器ですね。そしたら、ここから12ブロックハーフブロックを置いて、ここにも台車を作っていきます。そしてここは3ブロックですね。はい、続いて床下の機器を表現していきます。まずはホッパーを3つ置いて、溶鉱炉を4つ、もう1回ホッパーを3つ置いて、ここにはハーフブロックを置いていきます。反対側も同じように作っていきます。はい、ということで土台が完成したので、続いて車体を作っていきます。まずは先頭部分ですね。まず最初にネザーレンガのブロックこのように置いて、黒色の色付きガラスをここに2つずつ置きます。そして真ん中には薄灰色の色付きガラスと白色のシルカーボックスを設置してあげます。そしてここに、白色のろうそくをこんな感じで額縁に入れてあげてライトを表現します。続いて行き先表示幕と、ここに列車種別の幕を設置してあげます。ちなみにここの、看板の色によって列車種別を表現することができます。今回はせっかくなので赤色のね、特急の列車を作っていきます。続いて雪をここに置いて、シルカーボックスの上には2つ置いてあげます。それができたらネザーレンガをここ1列置いていきます。はい、そして黒色の色付きガラス、ネザーレンガ4つ、色付きガラス3つ、ネザーレンガ4つ、色付きガラス3つ、ネザーレンガ4つという風に設置してあげて、上にもネザーレンガを置いていきます。はい、ここまでできたら、旗で表現したドアをこのように設置していきます。そして白樺のボタンを、こことここに設置して、で先頭側のここに列車種別と行き先表示の LED ディスプレイを設置します。反対側も同じように作っていきます。はい、ここまでできたら続いて屋根を作っていきます。まずは安山岩のハーフで天井を作って、その上に雪で白色のラインを表現していきます。ここまでできたら交通のハーフでエアコンの室外機を表現していきます。残りの部分は灰色のカーペットを引いていきます。はい、これで先頭車両が完成しました。続いて中間車両を作っていきます。まずは車体連結部分ですが、これは毎度のようにトラップドアとハーフブロックでサクッと作っていきます。中間車両の土台部分も先頭車両とほとんど同じですね。ここ3つハーフブロックを置いて、ここに台車を作っていきます。そしてさらにここから12ブロック離して、ここにも台車を設置していきます。
はい、もう一度ここにハーフブロックを3つ並べてあげて床下の機器類を表現していきます。これも同じですね。ホッパーと溶鉱炉と磨かれた安山岩のハーフブロックを使って表現していきます。反対側も同じように。ここまでできたら車体部分を作っていきます。まずはネザーレンガを置いていきます。色付きガラスとネザーレンガを交互に設置していきます。はい、そしてここの真ん中に旗を使ってドアを表現していきます。そして白樺のボタンを置いてあげて、先頭方向ですね、ここに列車種別と行き先表示幕ですね、これを反対側にも設置していきます。はい、続いて屋根を作っていきます。屋根もほとんど一緒ですね。ネザーレンガを端っこに置いて、真ん中を安山岩のハーフブロックで蓋をしていきます。両端に雪ブロックを置いていきます。クォーツのハーフを使ってエアコンの室外機を表現して、余ったところに灰色のカーペットですね。はい、こんな感じですね。これで先頭車両と中間車両が完成しました。阪急線形1300系は8両編成です。ということでこの図の通りに先頭車両と中間車両を配置していきます。はい、ということで8両編成が完成しました。一番後ろですが、ここは赤色のろうそくに変えてあげて、これで微灯を表現してあげます。それではパンタグラフを作っていきましょう。阪急線形1300系のパンタグラフはこんな感じになっています。2号車と6号車に向かい合わせの形でシングルアームパンタグラフが2つずつついています。これをマイクラで表現していきましょう。まずは2号車ですね、パンタグラフを作る場所はここの2ブロックですね。まずは仮ブロックを置いてあげて、いつものように滑らかな石と別のトラップドア、そしてレールを使ってパンタグラフを表現していきます。反対側も同じように作っていきます。はい、これで2号車のパンタグラフは完成ですね。続いて6号車も同じように作っていきます。はい、ということでこれで阪急線形1300系8両編成が完成しました。皆さんこんにちは、ゆきさんと申します。今回は近鉄のプレミアム特急火の鳥の作り方を紹介します。火の鳥は大阪難波駅と近鉄名古屋駅の間を結ぶ特急列車です。車両外観は流線形のフォルムにメタリックレッドの車体が非常に美しく、まさに火の鳥のような気品と風格を叩いています。並行する東海道新幹線に対抗するため車内設備は快適性を重視して設計されており、座席コンセントや Wi-Fi はもちろん、気兼ねなくリクライニングができるバックシェルが全ての座席に搭載されています。両側の先頭車両はプレミアム車両で、追加料金を払えば飛行機のファーストクラス並みの設備を楽しめます。ということで車両の説明はこの辺りにして、早速作り方を見ていきましょう。
皆さんこんにちは、ゆきさんと申します。今回は JR 東日本 E353 系電車あずさの作り方を紹介します。今回紹介する特急列車あずさは主に東京都新宿駅から長野県松本駅の間 225.1km を約2時間半で結んでいます。名前の由来は松本市の観光地である上高地を流れるあずさ川にちなんでおり、
車体デザインは真っ白なボディの上を流れるバイオレットのラインが非常に綺麗です。ということで列車説明はこの辺りにして、早速作り方を紹介していこうと思います。また分かりやすさのために一部設備等を省略変更している箇所がありますが、多めに見ていただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。それでは早速車両を作っていきます。まずは台車からですね。磨かれた安山岩のハーフと砥石を使っていつものように台車を作っていきます。そしたら、安山岩のハーフブロック、ここに3ブロックですね置いて、ここにスカートを作っていきます。スカートはクォーツのブロックを組み合わせて作っていきます。ここまでできたら砥石を真ん中に置いて、連結器を表現します。続いて安山岩のハーフブロックを12ブロック置いて、今度はまた磨かれた安山岩のハーフと砥石を使って台車を作っていきます。そして後ろ側も3ブロック並べて、ここから床下の木などを表現していきます。まずはホッパーをここ2つずつ置いて、真ん中6ブロックを横に置いていきます。そして車両の端っこは深層岩タイルのハーフとホッパーを使って表現していきます。反対側も同じように作っていきます。はい、ということで台車が完成しました。続いて車体を作っていきます。まずは後ろ側のドアを、ここですね、台車の真上に設置してあげます。そして滑らかなクォーツのブロックをこのように置いていきます。ここまでですね。まずはここまで置いて、黒色のコンクリート、そして黒色の色付きガラスを 1,2,3,4,5,6,7,8 個置いていきます。端っこにもう一度黒色のコンクリートを置いて、余ったスペースはクォーツのブロックを置いていきます。はい、そしてここにダークオークの看板を使って、車体にラインを引いていきます。そして行き先表示の LED ディスプレイですね、設置してあげます。これは反対側にも同じように作っていきます。はい、ということでここまで完成しました。続いて屋根を作っていきましょう。屋根はまず安山岩のハーフブロックで蓋をしてあげて、はい、ここの溶鉱炉が6つ並んでいる真上に磨かれた安山岩を使ってエアコンを表現していきます。そしてここにプルパーのハーフブロックを置いて、安山岩のハーフの上には薄灰色のカーペットを置いてあげます。それでは先頭部分を作っていきます。まずは鉄のドアをこのように置いていきます。続いて滑らかなクォーツをこんな感じで設置していきます。反対側も同じように、ここは2ブロックですね。はい、このように設置できたらプルパーブロックをここに3個置いていきます。続いて黒色のコンクリートをこのように設置して、角っこに磨かれたブラックストーンの塀を設置していきます。続いて黒色の色付きガラスと色付きガラス板をこのように設置して、後ろにコンクリートを3つ、磨かれたブラックストーンの階段を全部で5つ置いていきます。余った場所にはプルパーのハーフを置いて、最後に黒色のカーペットをかぶせていきます。続いて乗務員用の入り口を旗を使って表現していきます。特徴的なライトも旗を使って表現していきます。最後にダークオークの看板をここに設置してあげて、イコールとアンダーバーを使って E353 という文字を表現していきます。はい、ということでここまでかけたら、薄灰色の染料をつけてあげて輝くイカスミで光らせます。 E353 の文字が浮かび上がったら、これで先頭車両は完成です。
続いて中間車両を作っていきます。まずは車体連結部分ですね。車体連結部分は鉄のトラップドアと薄灰色のカーペット、ダークオークのトラップドアと滑らかネジのハーフを使って表現していきます。それでは中間車の土台部分を作っていきます。まずは安山岩のハーフを3つ設置して、ここに台車を作っていきます。そしてここに安山岩のハーフを12ブロック置いたら、ここにも台車。そして一番後ろに3ブロックですね。ここまでできたら真ん中にホッパーを2つ設置して、その間に溶鉱炉を6つ、車体の端っこは深層岩タイルのハーフとホッパーを使って表現します。これを反対側も同じように作っていきます。はい、ということで台車が完成しました。続いて車体を作っていきます。まずはドアの位置を決めていきます。中間車両は2ブロックほど端っこに設置してあげます。続いて滑らかな交通ブロックを1列並べてあげて、ここに黒色のコンクリート、そして黒色の色付けガラスを13ブロック設置していきます。そしたらもう一度黒色のコンクリートを設置して、あとは滑らかなクォーツを置いていきます。はい、ということでここまでできたら、同じようにダークオークの看板でラインを引いてあげて、頭皮の看板で行き先表示の LED ディスプレイを表現します。これを反対側も同じように作ります。はい、ということでここまでできたら、同じように天井を作っていきます。まずは安山岩のハーフを並べて、真ん中6ブロックを使ってエアコンの室外機を表現していきます。それができたらプルパーのハーフを設置して、隙間に薄灰色のカーペットを置いていきます。はい、これで先頭車と中間車が完成しました。今度はこれらを組み合わせて長い編成の列車を作っていきます。あずさは前3両と後ろ9両に分かれていて、需要に応じて3両の付属編成がくっついたりくっつかなかったりします。今回は12両編成の列車を作ろうと思うので、この表の通りに先頭車と中間車を設置していきます。はい、というわけで全部で12両編成の列車が完成しました。また一番後ろには同じように肌で作ったテールライトを置いていきます。もう少しだけひねりを加えてみましょう。それはグリーン車です。ということで9号車をグリーン車に改造していきましょう。まずは車両の真ん中までブロックを取り除きます。そして鉄のドアをここに置いて、滑らかなクォーツをこのように置いていきます。続いて黒色のコンクリートをここに置きます。そして2ブロック開けて白色の色付けガラスを置いていきます。残りの部分は滑らかなクォーツで埋めていきます。そこまでできたらダークオークの看板でラインを引いていきます。そしてここに頭皮の看板を置いて、最後に額縁と黄緑色の彩油テラコッタでグリーン車のマークを表現します。これを反対側にも同じように作っていきます。はい、ということでこれで車体部分は完成しました。続いてパンタグラフを作っていきます。 E353 系のパンタグラフはこんな感じになってます。2号車、5号車、7号車、10号車にシングルアームパンタグラフが設置されています。そして2号車と5号車には予備のパンタグラフもあります。ということでこれをマイクラで再現していきましょう。まずは2号車から作っていきます。パンタグラフの場所は
ここですね、端から2ブロック開けた場所にまずは仮ブロックを設置してあげて、滑らかな石のハーフをこのように置きます。続いて鉄のトラップドアを3個並べて、レールを、これでシングルアームパンタグラフが完成です。反対側には折りたたまれた状態のパンタグラフも作っていきましょう。折りたたまれた状態のパンタグラフは簡単ですね。このようにして作ります。はい、続いて5号車いきましょう。5号車も先ほどと同じようにパンタグラフ作っていきます。折りたたまれた状態のパンタグラフしっかりと作っていきます。次は7号車ですね。ここから先は予備のパンタグラフがいらないのでサクサクっと作っていきます。最後に10号車ですね。はい、ということでこれで E353 系あずさ12両編成が完成しました。E233系は関東全域を走る JR 東日本の通勤近郊型車両です。日本一の車両数を誇り20以上の路線を走る現在最もメジャーな電車です。路線ごとにカラーリングが異なりカラフルなのも特徴の一つです。
皆さんこんにちは、ゆきさんと申します。今回は日本の大動脈を走る N700 系新幹線のぞみの作り方を紹介します。のぞみは東海道山陽新幹線を走る最速達列車で、東京駅から福岡県博多駅までの間 1069.1km を最高速度 300km で走っています。東京、名古屋、大阪、福岡といった日本有数の大都市を一直線に結ぶ、まさに日本の大動脈で年間約2億人の人々を運んでいます。この莫大な輸送人員を支えるため、のぞみは16両固定編成で、
全長は約404メートルと日本一の長さを誇ります。また1時間あたり最大12本ののぞみが設定できるタイヤになっており、これらの高速鉄道らしからぬ正確さと輸送力は世界一といっても過言ではありません。ということで車両の説明はこのあたりにして、早速作り方を見ていきましょう。
皆さんこんにちは、ゆきさんと申します。今回は日本最長老の蒸気機関車 SL 人吉の作り方を紹介します。 SL 人吉は JR 九州の観光用列車で、土日を中心に熊本駅から鳥栖駅の間を走っています。もともとは名前の通り熊本県南部の人吉へ向かう列車でしたが、2020年の豪雨災害で肥薩線の一部区間が被害に遭った影響で、以降は目的地を佐賀県の鳥栖駅に変えて運行しています。通称86と呼ばれる機関車は、日本で初めて本格的に量産された蒸気機関車で、広く全国を走り回っていました。近年では映画鬼滅の刃無限列車編とのコラボ列車が大きな話題となりましたが、車体の老朽化やメンテナンスが難しくなっていることから、2024年3月に引退予定となっています。ということで車両の説明はこのあたりにして、早速作り方を見ていきましょう。
ということで、今回の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価やチャンネル登録、またコメントなどもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。